ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-300 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-300。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-300 は、サイト。において、温室管理された状態にある施錠された収容箱内に収容されます。SCP-300 に関する実験は、セキュリティクリアランス3以上の上級研究員1名以上からの、書面による事前承認がある場合にのみ許可され、その観察結果は、後に行われる分析のために全て記録するようにしてください。説明。SCP-300 は、内部に 2.4cc の無色透明な液体、以下、SCP-300 の2と呼称、が収められた。アンティーク調のガラス製の香水瓶、以下、SCP-300 の1と呼称、です。SCP-300 の1内より SCP-300 の2を一滴抽出し、光学顕微鏡を用いて観察すると、滴の内部に任意の風景が観測されます。観測される風景は滴ごとに変化し、これまでに行われた実験において、同じ場面が2度以上観測されたことはありませんが、多くの場合、ビクトリア朝時代のイングランドの田園風景や、森林の風景が観測されることとなります。これまでに実施された、SCP-300 の2の化学組成を詳細に分析しようとする試みは、未知の原因により全て失敗に終わっています。分光計を用いた分析では、分析の度に異なるデータ、あるいは誤ったデータが出力され、再現性のある結果を得ることはできませんでした。また、SCP-300 の2は、あらゆる安定化措置が講じられ、環境が制御された実験室内にある場合であっても、SCP-300 の1より抽出後、2時間から8時間以内に必ず蒸発、無酸することとなります。収容計。SCP-300 は、1863年、月、日、イギリス、に存在したテラスハウスを、イギリス王立異常物品管理協会の職員が強制捜査した際に、その屋根裏から、と共に回収されました。その後、1900年、月、日、その収容がイギリス王立異常物品管理協会より SCP 財団に委ねられることとなりました。ホイ300-1。実験記録、要約版。実験日、1900年、月、日。実験手順。SCP-300 の2を一滴、約 0.07cc、顕微鏡のスライドに滴下した。SCP-300 の2が蒸発、無酸するまでの約3時間、その内部の様子をビデオ撮影しました。詳細。道の種である街路樹と未舗装の道が観測される。葉の色から、観測される場面は秋の風景であると推察されます。微風が吹いており、黄色く色づいた葉が複数枚地面に落ちているように観測されます。観察開始から1時間7分18秒が経過した頃、魚車と2人の乗客を乗せた馬車が通過する様子が観測されました。それぞれが着用していた衣服は、ビクトリア朝時代のイングランドにおいて使用されていた衣服と類似したものであったことが確認されています。馬車が通過したことを除き、突起すべき出来事は観測されませんでした。実験日、1900年、月、日。実験手順。SCP-300 の2を一滴、約 0.08cc、顕微鏡のスライドに滴下した。SCP-300 の2が蒸発、無酸するまでの約5時間、その内部の様子をビデオ撮影しました。詳細。硬い中に存在する農場が観測される。小麦の成長度合いから、観測される風景は夏の終わり頃のものと推察される。家族と思われる大人2名、年齢の異なる子供3名の姿が確認され、農場の各エリアで様々な作業を行っている様子が観測される。観測される人物が着用している衣服に見られる特徴は、これまでの実験において観測された時代のものと一致することが確認されています。実験日、1900年、月、日。実験手順。SCP-300 の2を一滴、約 0.07cc、顕微鏡のスライドに滴下した。SCP-300 の2が蒸発、無酸するまでの約2時間、その内部の様子をビデオ撮影しました。詳細。手入れされた調度品が並ぶ、住宅内の一室が観測される。観測可能範囲内には、火の入った暖炉と、複数の肘掛ケースが確認される。男性2名、女性1名の身なりの整った3名が、赤ワインと思われる液体を飲みつつ、楽しそうに談笑している様子が観測される。読心術を用いた分析により、対象の発話内容の一部が判明しており、
その内容は、1800年のイギリス政治に関する議論であったことが判明しています。実験日、1900年、月、日、実験手順。SCP-300 のみを2滴、約 0.15cc、顕微鏡のスライドに滴下した。SCP-300 のみが蒸発、無酸するまでの約3時間、その内部の様子をビデオ撮影しました。詳細。記録された映像は不鮮明なものであり、詳細な解析は不可能と判断されました。記録された映像の断片の解析が試みられたものの、有用な情報は一切得られませんでした。以降に実施される実験では、SCP-300 の2の使用は一滴にとどめることが推奨されます。ホイ300の2、治安300の12、1900年、月、日、研究室 C 内において、博士の遺体が発見され、死因は自らの手による頭部への銃撃であると判断されました。研究室内に設置された監視カメラにより記録された映像には、博士が SCP-300 の実験時に記録された映像を、動揺した様子で執拗に主張する姿と、携行していた銃を手にし、自ら命を絶つまでが記録されていました。調査の結果、博士が主張していた映像は、1900年、月、日に実施された実験時に記録された、約3時間の記録映像であることが判明し、その後、当該映像記録の詳細な分析が行われました。当該記録映像には、肘掛け椅子に座っている、最程度と思われる若い女性が、一人で歌を口ずさみつつ、衣服に刺繍を施している様子が映し出されていました。調査の結果、映像に映し出されている女性の外見的特徴が、の最中に死亡した、博士の前妻の特徴と類似していることが判明し、左首筋に見られるあざの形状にも完璧な一致が確認されました。SCP-300 が任意の対象の精神、あるいは記憶に影響を及ぼす性質を有している可能性を鑑み、現在、SCP-300 に関連する実験は一時的に中断されています。ホイ300の3、SCP-300 の背面に刻まれた文字。瓶詰めの世界、愛するのらのために。AW。報告書の紹介は以上だ。任意の場所に適化されると、その内部にビクトリア朝時代のイングランドの風景を映し出す性質を有する無色透明の液体と、その液体が収められているガラス製の香水瓶、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。SCP-300 の2は、SCP-300 の1内に存在する限り異常性を発揮することはなく、SCP-300 の1自体には異常性は確認されていないようなので、収容自体は非常に容易なオブジェクトのようだな。ええ、そうみたいね。残量が限られていることと、人間の精神や記憶に影響を及ぼす可能性が存在するという性質上、調査や研究には制限が設けられているみたいだけど、異常性を発揮する条件が判明している以上、事実上無害なオブジェクトと言っていいかもしれないわね。ああ、そうかもしれないな。まあ、SCP-300 に限らず、AW 教授が制作したオブジェクトには、際立った危険や有害性を持つものはなかったりするようだがな。ああ、報告書の最後にあった AW って、やっぱり人名だったのね。ああ、AW 教授は、19世紀後半から20世紀初めにかけて、自身の妻であるノラという女性に関連した SCP オブジェクトを複数制作した、超常技術者だな。例によって、財団から要注意人物に指定されているが、本人はすでに死亡していることが確認されているぜ。ああ、そうなんだ。新たに SCP オブジェクトが制作される可能性はなく、制作された基地のオブジェクトにも際立った危険性は確認されていないため、要注意人物の中ではおとなしい部類かもしれないな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。